川原ガン編集長の花田和也です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今夜のゲストは小笠原理恵さん、前にも一度お出いただきましたけど、国防ジャーナリスト、はい、軍事ジャーナリストっていうのはたくさんいるんですけど、ね、はい、国防ジャーナリストとどう違うんですか？あのミニタリー、要は武器とかを詳しく知っている方々と、はい、あのそうじゃなくって国を守るために自衛隊がどういうふうな、うん、あの立場にあるのかというようなことをあのお話ししたいので、ちょっと違うよということだけを言いたくて、で国防ジャーナリストと、はい、名乗っていらっしゃるわけですね。はい、はい、国防医がですね上がったんですけれど、はい、自衛隊のもっと先にやることがあるだろうと、はいはい、自衛隊の待遇悪すぎるよと、はい、こういう話を今月号 の、 あの月刊花田でも書いていただきましたけれど、はい、そのお話をですね、はい、もっと詳しくお伺いしたいなと思って今日おいでいただきました。はい、あの本当にひどいです。あれ小笠原さん、なんでそういうことに気がついたんですか？あのまあ、自衛隊員とたくさん仲のいい方たちがたくさんいるんですけれども、あのいろいろな、例えばパイロットとか艦艇勤務の艦長さんとか、はい、いろんな方々がいるんですけれども、うん、その人たちの中にやっぱり、例えばその感謝の転勤の数があまりにも多くって生活が安定しないから、やっぱりこれでは子育てに大変だからといって辞めてしまうとか、自衛隊員の方が、そうです、うん、そういう方々がたくさんいて、で実際に新たに隊員で入った人たちも、今日先ほどもお会いしてきた人がいるんですが、新入隊員であの期待を持って自衛隊に入って頑張ろうと思っている子たちが、なぜかいろいろなその中の問題で、あのこれではもうとてもじゃないけれども、僕たちやっていけないよということで辞めてしまう人たちがたくさんいるんです。でこのままだったら、いくら自衛隊で訓練を積んだり技術を学んだりしても、全然それが先に結びつかない。でそんなことではいっぱい武器や兵器をたくさん買ったところで、使える人間がいなかったらどうにもならない。大体あの日本の人口が減っているから、はい、あの充足が大変だと、はい、人員のですね、はい、な状況の中で、はい、これ対応を良くすれば、はい、まだ少しはね、そうですね、だんだん悪くなっちゃってる。そうです、あの、うん、自衛隊員の待遇が一般、自衛隊員って命をかけるんです。で、命をかけて、いざとなった時には国のために命をかけてくださるような方たちの待遇が、一般の公務員の中途程度でいいわけがないんですよ、うん、だってその時には命をかけるんだから、普段はいい、あの待遇を持っておかなければ、ね、覚悟にならないじゃないですか、うん、で自分が例えば死んでしまった後でも家族がちゃんと生活ができるだけの貯蓄があるとか、はい、そうですね、そういう確証がなければ命を懸けるというところまでいかないじゃないですか、うん、そうですね、これはまあ団地ですけど今時ちょっとないような、これあの自衛隊の感謝って呼ばれているものなんですけれども、ね、うん、あの自衛隊の若い隊員たちが、はい、その基地内とか駐屯地内で住むものを隊舎といって、これは感謝といって外に住むものなんですけれども、はあ、外なんですね、これは。そうです、はい、だいたいあの3層以上の結婚している人たち、まあ、ほとんど幹部が入るような場所なんです。だから一応幹部が入る、幹部が入る地区なの、これが。で幹部が入る住宅が実はすごい老朽化していて、特にこれは目立つ場所なんですが。どこなんですか、これ場所は。これはね、小倉っていうところ。小倉。で、あの今 Google マップでも確認ができるという、あの記事に書いた時みんなが大騒ぎしましたけれども、この小倉にあるこの住宅は特にあのシーリングって言って防水、いろいろと水が漏れたりするので防水のそのシーリングがいっぱい、要は簡単な補修工事をしているせいで、その簡単な補修工事のせいでいっぱい線が見えるっていう、ね、もうあの見事にあのいろいろ亀裂が入ってるっていう、すごい。これ経って何年ぐらい経ってるんですか、これは。50年は経ってると思いますよ、まあ、30年以上は間違いないです。まあ、あのとても有名な古い住宅で、この並びにもっと古い、あ、そうなんですか、もう誰もとても怖くて入れない感謝がありまして、もう
そういう感謝にはもちろん怖くて、怖くてか不衛生だしということで人もなかなか入ってくれないということでほぼ無人のところが多く、隊員の人はやっぱりその感謝に入らなきゃいけないんですか。幹部以上の自衛官は一応義務として感謝に入ることっていうのが規定はされてるんです、はい、でももちろんその感謝の数が足らないので、足らなければ外に住むしかないということで、はいはい、外に住むんですが、うん、実は自衛隊のその住宅補助って2万8000円が上限なんですよ。2万8000円、今どこも借りられないです。そうなんです。だから外に住んだら絶対損なので、でそこをどうしようかということで泣く泣く感謝に入る人もいれば、もう自分の自腹を切って外に住む方もいらっしゃるって、そういう感じです。で外に住む方は快適な生活ができるんですが、中に住む方はこういう築30年40年50年経つような感謝に、お子さんと一緒に住んでる、これでもそうね、家族で住んでらっしゃるわけですね、はい、これほとんどの人が何だか分かんないって言うんですけど、これ裸電球を吊るすときにこんなこういうのでこう吊るす、そういう裸電球用のプラグなんですよ。あ、そうなんですか。これ裸電球用のプラグなので蛍光灯がこれにつけることができない。じゃあ裸電球しか使えないの。そうです、裸電球用なんですよ。今だけそんなのがあるんですかね、これね、うん、だからこの住宅は裸電球しか使えないので、裸電球を買ってきて使ってるんですけど、この部屋だけじゃなくて3畳、住宅の他のリビングとかここにこう差し込むわけでね、なんかねこういう長いのをそうなんだ、こう吊るすんですけど、全部の部屋が裸電球のプラグしかなくって、リビングとかも全部裸電球がこうつある写真があったんですけど、でも今時そんなのがあるのかね。そうなんですよ、防衛予算が足らないんです。で今回の予算かなり増えましたけども、6兆8000億ぐらいになりましたけれども、でもそれのほとんどが正面整備、正面装備っていう戦うためのものばかりで、自衛隊員のこの話が全然出てこないと。で正面装備いくらお金をかけたところで、その艦艇にしても飛行機にしても、その乗る人や整備する人や、そういう人たちがいなかったら、いくらやったってそれが動かないんですから、動かない以上どうしようもないと。で今ウクライナ軍がロシアに対して戦って、ロシア兵がかなり減ったじゃないですか。でそのおかげでロシア兵は再募集してっていうことをいろいろやって、それでまあ国内揉めたりいろんなことをしてますけれども、やっぱり人がいるんですよ、今の現在のこの戦争でも。でその人がいるってことは、ちゃんとその人が育って、で次の人を教育できるまでの人数がどん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 増えていかないとどうしようもないと、今これ10年間自衛隊員が足らない状態がずっと続いてるってことは、10年間ずっとその教育する人たちが前倒しにこうなってるわけですよね。ここが抜けるんですよ、企業なんかも一時期抜けると大きな騒ぎになりますけれども、そうなってくると次の管理職とか、次教育する人たちの数がないってことになってくるので、今手を打たないとひどい目に遭います。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられています。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか。一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は
一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃないの、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。